皆さんどうもこんにちは、タナジェタキドカのバリです。今日も北区赤羽にやってまいりました。ということはもう弓と禅の練習会来たということでございます。今日は特別なゲストを呼んでおります。まあ、ゲストって言ったらあれですけど、私の友達でちょっと弓道に興味があるという方が一人いらっしゃって、でその方が今回弓道の見学をしたいということで勝手に呼んでおります。じゃあちょっと来ていただきましょう。お願いします。どうもこんにちは。可愛いやろ。今日は一緒に弓道をしてるところを見ていただきながら、ちょっと弓道の雰囲気っていうのと、あとちょっと私の撮影というかアシスタントちょっとしてもらいながら一緒に過ごしていこうかなと思います。それでは行ってみよう。やっと着きました。こんにちは。よろしくお願いします。再びやってきます。こんにちは。お願いします。見学させていただきます。引くのかと思ったけど、周りさんのやつですね。あ、そうです、そうです。なるほど。まえちゃんどうですか？もう森さんがもう全部元に映ってたんで、やりたくなりました。やってみる？やってみたい。今日体験してみようか。ちょっといいんですかね。ふんわりともいい。ふんわりなんだ。締め付けないんですね。で、ここからは変わります。うち結び方知らないですよ。結び方知らないんです。ありがとうございます。すごい。で、こうやって持ってミニスカキューだ。ミニスカキューだ。
そう。中指と人差し指の間に挟む。そう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 。人差し指を添える感じですね。あんまりグッと握り込まなくて。添えるだけ。添えるだけ。そうです。基本的にそう。右手も左手も添えるだけ。添える。はい。力入ってない。あんまりスラムダンクの。スラムダンク。右手も添えるだけ。右手も添えるだけ。はい。で、的を押して。左手を、はい、親指を、はい、無理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 、はい、この後、肘を開いて胸を開いて頑張って、頑張って頑張れ、頑張れ、頑張れ、で、このまま、大の字をイメージして横に腕を引き抜きます。今日どうでした？いや、今日は今まで弓道と触れ合ってこなかったんで全然わからなかったんで、実際やってみてやっぱりマオリンがすげえなって心の底から思いました。やめて、やらせやと思われるからやめて。まあちょっと上手い具合にカットしていいかな。あ、もうめんどくさいんで。いや、でもやっぱりめっちゃ細い人が多い。スタイルか。そう、スタイルが。うん、そう、多分今日は比較対象がジェシカさんだったっていうのは。確かに。ジェシカさんはだいぶスタイルが。いや、マオリもスタイルいいじゃん。あ、ありがとう。うん、だから、なんか呼吸法とか、なんかそういう、そういう姿勢のとか、なんかそれを毎日意識してるから、そうなってるのかな。まあ、うちはね。あと次回も、ぜひ参加したいな。またやってみたい。思いました。普通に楽しい。楽しい、うん、いや、まさか今日ね、うちもね、体験させてくれると思ってなかったから、うん、本来はちゃんとしたステップ踏んで、で、実際に弓引いてっていう感じやから、うんうん、今度はそういうちゃんとしたステップ踏んで、あの弓道の面白さ、楽しさっていうのを分かち合えたらなと思います。楽しいと思います。今日でもだいぶ楽しそうにしてたから、めっちゃ楽しかったです。よかった。じゃあまた一緒に練習に行きましょう。いや、もちろんお願いします。皆さん朗報です。準レギュラーが増えました。頑張ります。初心者ってこんな感じって覚えてください。そうね、多分うちのチャンネルってさ、うん、初心者の人っていうか、なんていうの、弓道をこれから始めたいなってまだ始まってない人とか、うん、おらんのよね。そうそうそう、てかうちのチャンネル自体ももともとそういうある程度弓道やってきた人向けにしかコンテンツ作ってなかったから、これからはちょっと萌ちゃんと一緒に、あの、これから弓道始めたいなっていう人も一緒に見ていただけたらなと思います。ちょっと甘いもの食べて、はい、ゆっくり帰りましょうか今日は。じゃあまた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私もちょっといいところ見せられてよかったです。言っていいかな、これ。いいよ。四ツ谷海中で私あの、覚えた単語すぐ使いたがる子。でもかっこよかった。あ、なりたいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。